足がむくむことはありませんか？足のだるさやむくみが気になる方は、下半身がすっきりするポーズを取り入れてみましょう。今回はヘビ王のポーズを紹介いたします。まずはマットの上に横に寝っ転がっていきましょう。肘をついてくつろいでるようなポーズです。両方の膝を曲げたら、左の足を外側に開いて、足の裏をももの上に添えていきますが、しっかりと足の裏でももを押してあげましょう。そうすることにより安定していきます。安定したら左の足の親指を左手でつかみましょう。そのままゆっくりと左の膝を伸ばして顔の方に引き寄せていきます。30秒ほどキープをしたら、反対側も同様に行っていきましょう。